こんばんは。こんばんは。坂口です。小松です。火曜レギュラーの上野空です。はい。よろしくお願いします。今日は上野空さんをお迎えして、はい。ありがとうございます。これですか。はい。前のレギュラーの時ですね、はいはいはい、ちょっとお話しさせてもらったんですけど、まあ、本当に内容が少しだったんで、詳しく喋りたいことが山ほどあるっていうのを、うん、ゆっくりやらせてもらえるということでね、はい、バウンディのドリコの歌詞ってことですね。そうですね、歌詞についてちょっとどういう意味なのかというところを考えてみようと、はい、考察していこうと、はい、考察ですね、はい、考察系 YouTube ですね、はい、そうですね、歌詞をねあんまり意味考えないでいいよっていう人もまあいるじゃないですか、うんうん、そのなんなら洋楽とか英語で聞いてるけど別に意味わからん、でも歌詞なんて何でもいいからメロディーがみたいな、そうそう、うん、いますけど、その、まあ、僕は割と考えたい派なんですよね、うんうんうん、どういう意味なのかと、はい、で作ってる方もそんなに考えてないっすみたいな、あ、人もいますね、考えてない人もいるし、はい、あんまりあることないことを言われるのも嫌ですっていうところも、まあこのいろんな人でいると思うんですけど、はい、これはこの解釈が一番ぴったりくるんじゃないのというのはちょっと発見してしまったので、はい、聞いてほしい、なるほどよろしくお願いします、はい、まずまあバウンディさんは有名なんでね、紅白も出られて、はい、今23歳、19歳でデビューしてね、自分で曲を作って映像も作って、超天才ですね、デカパンクですね、ワンピースにすぐ持っていくからもう500年先行ってるわけですね、500年先価格力がね、そういうこと言ってると話が長くなっちゃうからそうですねで、この踊り子という曲は、2021年最近ですよね、発表された曲で、うん、シンプルなトラックに、うん、トラックをどんどん重ねていって、あの曲の広がりを作っていくっていう曲なんですけど、すごくいいんですよね。でここに歌詞が載っていくわけですが、先にざっくりどんな歌なのか、はいはい、一応説明しておくと、はい、まあある男女がおりまして、交際をおそらくしている、はい、だけど何らかの理由でこの男の方が振られたかなんかで良くないことが起こったと、うん、で気持ちに整理がつかないんだけど、彼女をなんか恨むとか何かを憎むっていうわけではなく、うん、うまくいったらいいのになと、うん、こういう風だったらいいのになみたいなことを願う、あんなこといいな、できたらいいなみたいな、そうそうそういっぱいあるけど何が何がいっぱいあんねんということですけど、まあ、そういう曲なんですよね、はいはい、まあ、ちょっと実際見てみましょうということで、まずこれ A メロですね、ね、どっかに置いてきたようなことが一つ二つ浮いているけど、ね、ちゃんと拾っておこうと、弾けて忘れてしまう前に、まあ、なくなってしまうようなのを、はいはい、まあ、その前に何とかしておけたらなと後悔しているような形ですね。でこれサビです、回り出したあの子と僕の未来が止まり、どっかでまたやり直せたら、回り出したあの子と僕が被害者面でどっかをまた練り歩けたらなというところ、面でね、面でこれは被害者面、被害者面顔ってことですね、はい、ずらずらじゃないですそこで切ってますもんね、そうなんですよ、メロディー的にもここで、うん、回り出したあの子と僕が被害者、ずらでどっかをって言うからず何も考えないで聞いてると、ずらでどっかを練り歩くのかと何がしたのコスプレみたいな感じになりますけどね。このトゥルルルっていうのは、うん、なんかこう挟むフレーズなんですけど、うん、電話かなみたいな、うん、電話のドゥルルルみたいな感じなんですよね、まあ、連絡を取ったりしてるのかなっていう電話でね。でこれ2番の最初、これで女性の方の目線になっています。で、ね、私あなたに会った夢の中に置いてきたけど ね、どうして私が好きだの、一度しか会ったことがないのにね、と、うん、これは何なのかってちょっと引っかかるところあるんですけど、まあ、会ったことがあるようなデジャブ的なことなのかなと、はいはいはい、で一度しか会ったことがないって言ったら、ね、はい、まあ、一目惚れでもされたのかなみたいな、急に好きとか言われちゃって、そういう出会いだったのを思い返している彼女の方がね。でここからまた男の方の目線になるんですけど、うん、思いを蹴って二人でしてんだ忘れない愛を歌う、壊れると書いて忘れないと読ませる、うんうんうん、何かあるのかなと思いながら、はい、言葉を二人に貸して誓いを立てんだ忘れない愛を歌うようにねと、また忘れないって言ってるから、はいはい、なんか亡くなってしまうようなことを、まあ、誓いを立てることによって、まあ、忘れないようにする、なくさないようにするみたいな感じも、こことここはあれなんですか、そうですね、これは公式の歌詞ですよね、そうですね、ここだけ壊れるっていう字が使われてる、はいはいはい、うん、まあ、よくはわからないけども、うん、何かこう、まあ、固く誓うみたいなことを言ってる、うん、こうしたいなと男の方が思ってるようなことかなと、
で最後これアウトローの部分でこれ繰り返しなんですけど、時代に乗って僕たちは変わらず愛に生きるだろう、僕らが散って残るのは変わらぬ愛の歌なんだろうなというのを繰り返すんですが、時代に乗ってというところで随分こう、そうですね、年月が経っていく、壮大になりましたね、うん、急に変わらず愛に生きるんだろう、はい、で僕らが散ってて、まあ、死んだ後っていうことかな、はあはあ、でまあ、それでも愛だけが残るようなことを言っていて、うん、なんか話大きくなったなっていう感じだけど、うん、まあ、そういう結末だったらいいよねみたいな風に男性の方が、まあ、ちょっと広く取っているけれども、うん、そういう未来を願っているというような解釈がパッと字面だけ読んで考えられることなんですけど、ただやっぱり違和感あるとこありましたよねと、引っかかるところはね、ちょっと戻っていきますけれども、最初ですね、まずは弾けて忘れてしまう、要は忘れるっていうワードが何回も出てくるんですけど、忘れてしまう前にっていうのは、さっき最後で時代を超えていく、年月ずっと経ってもって言ってたのに、あ、忘れるんだ、うん、おう、忘れてしまうようなことがある、お、うん、そうか、最後まで読んだ後だとここの忘れてしまうが、そうそうそう、結局何だった、うん、何だろうこれは、うん、ってなっちゃうんですよね。で夢の中に置いてきた、私、うん、あなたに会ったの夢の中に置いてきたけど、つまり夢の中で会ったっていうことですよね、うん、で一度しか会ったことがないと、うん、でじゃあ夢の中で一回しか会ったことがない、うん、え、何それって、うん、どういう接点なんだと、はいはい、出会いはどういう状況なのかと、はいはい、うん、まあ、一目惚れかなと思ったけど、やっぱりちょっとそれじゃあ説明がつかないというか、そうですよね、一目惚れされた方だとしたら夢の中に出てこないですよね、うん、そうそうそう、そうなんですよ、なんかうーんと思いながら、ここサビですね、うん、回り出したあの子と僕の未来が止まり、どっかでまたやり直せたらここです、はあはあ、やり直すっていうのがあるんですけど、まあ、これうまくいくように事前に考えておけばいいな、取れるんですけど、またがついてるんですね、はあはあ、このまた、またやり直すってことは何回もやり直してるっていうことになるじゃないですか、はあはあはあ、そうですね、何回も何回も別れては戻り、別れては戻り、うん、というようには読めないんですよね、一回しか会ってないですもんね、そう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 、だからこれどうなのかなって思った時に、はいはい、ちょっと僕の大好物、大好物ナンカレーピザですかではない、それはね得意料理ですね得意料理よろしくお願いしますいろんな作品とかそのアニメとか物語の作品で、はいはい、ループものっていうのがあるんですよね、その時間を巻き戻って繰り返して、はい、うまくいかなかった未来を変えていくっていうような話、ビューティフルドリーマーですね、すぐ出るそれ、うるせえやつらですね、そうそう、まあ、時間を巻き戻って何回もやり直すっていうところが、うん、あ、これループものなんじゃないかなと、うん、ふと思ったわけですよね。でまあいろんな作品がループものって今まで有名なのはいっぱいありまして、はい、さっきシャープライフですね、そう、最近のドラマね、うるせえやつら2もそうだし、あとは時をかける少女とかね、有名なとこで行くと内田有紀のドラマ版がありましたね、あ、ありましたね、昔ね、昔ね、うん、アニメ版が一番新しいのかな、うん、アニメ版はね、あの細田守っていう監督、うんうん、サマーウォーズ作った人がやってるんですけどね、はいはい、最近の深夜アニメだとリゼロから始める世界生活リゼロってやつがありました、ね、それもそうなんですか、そう、あれは死に戻りって作中では言ってるんですけど、はあはあ、死んだら戻ると、はい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 、セーブポイントの時点に戻るみたいな、ブラッシュアップライフもそうですね、死に戻りですか、死んだら赤ちゃんからもう一回やり直すですから、ね、へえ、はい、赤ちゃんに戻るんですか、赤ちゃんから、ああなるほどね、だから最終回ではもう何百年か生きてるわけですはあ、そう、そういうとこ何回も何回も繰り返して、その繰り返しの中で物語がこう進んでいくと、うん、動いていくっていうのがループものの特徴なんですけど、はい、他にもいくつかそのループものといえば大体こういう設定っていうのがありまして、うん、まずは、過去に戻っていることを知っているのは主人公だけと、基本的にはね、はい、まず最初その現象に主人公が出くわして体験して、で他の人はその事実を知らないと、うん、戻っていることを知っているのは自分だけなんで、他の人は普通に生活している中、自分だけは未来のことを知ってるから悪いことを避けようと
行動すると変わっていく、うん、あれよく覚えてられますよね、うんうん、本当にね、うん、そこはね記憶力すごいなってとこですよね、うんうん、あとはあの過去に一回飛んだらそこから直接現在にまた戻ってくるってことはないそうするともうタイムトラベルになっちゃいますもんね。そうなんですよ、タイムマシンですね、ドラえもんの、うん、あれはあの行ったり来たりできるんで、うん、でその過去に行ったら過去の自分と未来から来た自分の2人が同時に存在するっていう状態になるのが、まあ、タイムトラベルなんですよね、うん、でも、ま、ループもので大体はその過去に戻ったら過去の自分に未来の自分の記憶が入っていくっていうような形で1人しか存在しない、うんそのままその人生、そうそうそう新しいやり直し人生ってことですね。そうですね。そのまま時間を過ごして、うんうんうん、元の時点というか戻るっていうようなのが、まあ、多いってことですね、はい、あとは戻れる時点には制限があって、うん、さっきのブラッシュアップライフだったら、はいはい、生まれた赤ちゃんの時とか、はいはい、そのなんか機械を使ってるとすれば、うんうん、そのエネルギーが届くとこまでとか、うんうん、そういう制限が大体あって、うんうん、好きな時に移動できるわけではない、うんうんうん、っていうこと、あとはなんでそういうことをしてるかするか、はい、主人公がねっていうと何か悪いことがあってこれを回避しようとして動くっていうのが基本、うん、やり直したい何かがあるわけですね。そう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 、まあ、これをやっていくっていうお話がループものなんですけれども、はい、これを念頭に置いて、うん、この踊り子をもう一回見てみる、はい、なるほど、うん、踊り子ループ説ですね。そう、踊り子ループ説なんです、はい、さっき引っかかった部分をなぞっていくと、はい、どっかに置いてきたようなことを弾けて忘れてしまう前に、ほうほうほう、とかさっきもあの壊れると書いて忘れないって言ってた、はい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 、忘れるっていうワード、はい、これは自分は未来に起こること今から起きることを覚えて知ってるんだけども、うんうん、他の人たちはまだ起きてないから知らないんですよ、うん、はいはいはい、だから主人公自分にとってはみんなあのこと忘れちゃったのと、ほう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 、つまりあの誰かとお付き合いをしてて、うん、あのいい感じのラブラブだったような記憶もその彼女の方は全然知らない、はいはいはい、初めましてだったりするわけですよね、はいはい、だから忘れてしまうっていうのは消えてしまう、良かった思い出もないことになってしまう、また戻っちゃう、忘れちゃうってことですね、そう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 、っていうようなことなのかなと、でどっかに置いてきたような、でちゃんと拾っておこうと、うん、これをちゃんとやっとかないと、なるほどなるほど、うん、同じように進めないと、そうそうそう、同じあれにならないから、だから同じ失敗を犯さないようにしようっていうのは、やり直してきてるから、はー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 、で取りこぼしがないようにということなのかなと、なるほどなるほど、いう感じがしてくる、なるほどなるほど、うん、あとはさっきの夢の中で一度しか会ったことがない、うん、ね、これ彼女の中にさっき見た通りループした未来の記憶がないんだけど、うん、これ基本的には主人公だけが覚えてるんですが、はいはいはい、これもあるあるなんですけど、はあはあ、ちょっとだけ覚えてるパターンがあるんですよ、はあはあはあ、あの強烈に覚えてる、はいはい、まあ、すごく好き最愛の人のこととかちょっとだけ覚えてる、うんうん、なぜか知らないけど涙がこぼれるって、そうそうそう、それ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 、その状況がこれなんじゃないかと、はあ、あなたにあった夢の中であったような、はあはあ、そんなちょっとだけ、はいはいはい、で彼の方はとあの私のことが好きだと言ってる、一、うん、回しか会ったことないのに、うん、初めましてなのになんでそんなこと急に言ってくるの、はいはいはい、それこそ会った瞬間につつーみたいな、はいはいはい、涙つつーみたいな状況になっていて、それを不思議に思っていると、これだとしたらあれですね、これで一度しか会ったことない状態で言ってるってことは、うん、これタイムリープものとしては、うん、この男性の方失敗してますね、うん、順番にやっていかないと、いきなり言っても何言ってんのっていう状況なのかもしれないですね、まあ、そうかもしれないですね、でもこういうのはその無数に繰り返すんですよ大体、うんうん、もう、はあはあ、何度も何度も何百回何千回とやる中での一回、はいはいはい、最初の方の感じ、はあはあ、なるほどなるほど、これで失敗経験して次はもうちょっと上手に、そうそうそう、だんだんその慣れてきてたんだ、はいはい、その繰り返し、うんうん、で繰り返すきっかけがそのさっきのリゼロだったりすると、死んだら繰り返し、はいはいはい、死に戻りだったりすると、はいはいはい、もう死ぬのにも慣れちゃったりしてね、あ、うん、で戻ってくるのも慣れちゃったりして、はいはいみたいな、あ、そうか、そういったらサマータイムレンダーとかもそうですよ、ね、あ、そう、サマータイムレンダー、ね、最近の、ね、やつもあれも死に戻りですね、うん、そうですね、うんうん、っていうことなんじゃないかと、じゃあさっきの被害者面、被害者面、被害者面っていうところ、被害者、何の被害者なのと、うん、あの子と僕は、はいはい、でループしてると思うと自分はそのループを何回もやらざるを得ない状況になっていて、うん、非常にしんどい思いをするんですよね、うん、だからそういった意味で被害者
のように思っているけど、大体においてこの話の中ではね、被害者って言いながらもこのループを何回も何万回もしている原因は大体自分にあって、で自分がその何とかしたいから自分で望んでそれやってるわけですよ、しんどいけど。なんで被害者って言い切るんじゃなくて被害者面。なるほど。でまたうまくいったらいいよねと、うまくいく未来をどっか選べたら選択できたらいいなというような風に見えるですね。まあ、そうするとこの回り出したとかもなんかこのループな感じしますよね。回ってるでしょ。回ってます、ね、回ってますよ、うん、そうなんですよ。はぁ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 と。ただもうちょっとまだ残ってる部分が、こう時代に乗っての部分ね、はい、ここは自分がその主人公が彼女とうまくいくためだけにその部分をループしてるんだとすれば、うん、その時代の先の話にはなってないよなって感じがするんですよ。そんな壮大な話にループしてたとしてもまだなってないから、うん、これは何だろうなっていうところ、ちょっとやっぱ話が大きすぎる、うんうんうん、どのタイミングでこの大きな話になったのかがまだよくわからないっていうのと、あとこのトゥルルルが結局電話でいいのか、ここまでで以前僕の考察は止まってたんですけど、パチンとハマったものがありまして、ループもの、恋愛要素で、あと電話、電話、この3つが出てくる作品があるんです。それがシュタインズゲートというね、シュタインズゲートという元はゲームだったんですけど、はい、ノベルゲームでお話を読むゲーム、ね、はいはいはい、がアニメ化されてものすごい有名な作品なんですが、はい、これループもの、うん、恋愛もの、はい、電話、電話なんですか、出てくるんですよ。あ、これハマってんだと、うん、ピースが、はい、で僕このシュタインズゲートを略してシュタゲとか言って言いますけども、うん、バッチリじゃんと、はい、ちょっとまずこのシュタインズゲートについてざっくりと説明させてもらいたいなと、はいはい、ということはバウンディやってるなと見てるなっていうことなんですよ。はあ、元ネタが、うん、ツイッターやってました本人が、やっぱりアニメっていいよな、はあ、今はシュタインズゲート見てるよ。おお、バウンディ本人がタイムリープしてる人生2周目説あーそれあるかもな、あるかもな